元 V6 の三宅健43がジャニーズ事務所を退所する2日、有料会員向けサイトのエッセイ、ニコニコ健を更新。ファンに向けて、みんなのこと、ずっとずっと大好きだよ、などと、アイドルとして最後の挨拶を綴った。前日1日に大阪で劇団新感線の主演舞台、港町純情オセロを月がとっても慕情編の千秋楽公演を終え、昨日の大阪の夜は、予報にはなかった降るはずのない雨がたくさん降ってたね。みんなの涙雨だったのかな。としみじみ、大正前に、最後の解放をファンクラブ会員宛てに送っており、僕のジャニーズ30年の歴史を詰め込んだような作品になったらいいなと思って作りました。トトロ、みんながいつか僕の存在を忘れてしまう時が来たとしても、これだけは捨てられないな。引っ越したり、断捨離したりしても、これだけは取っておこうと思ってもらえるようなものづくりをしたかった。気に入ってもらえると嬉しいです、と熱い思いを明かした。1993年5月にジャニーズ事務所に入所。95年11月に V6 としてデビューし、2021年11月に解散するまで丸26年間活動した。退所日を迎え、これから事務所に挨拶に行くことを報告、ニコニコ健は2日午後11時59分まで観覧でき、ニコニコ健、お会いしてくれていた皆様、いつも僕のことを気長に待ってくれてありがとう。みんなとつながれるこの場所が大好きでしたと感謝した。みんなのことずっとずっと大好きだよ。泣いてばっかりいないで良い一日にしてね。バイバイ。最後は愛情たっぷりに締めくくった。三宅は V6 解散後に独立を考え、2月20日に退所を発表した際は、年齢を重ねこれまでの経験を胸に、新しい自分と出会いたいと思うようになり、一から様々なことに挑戦していく次のステージへ向かうため、と理由を説明、ファンの皆様とは必ず会える日が来ることをお約束しますので、また、会える日を楽しみに待っていていただけると嬉しい、と今後も芸能活動を継続する意向だ。